指導エルフレンズスクール指導エルフレンズスクールはアメリカ合衆国の私立学校である。K12 を対象とする学校で中東部と高等部キャンパスはワシントン DC ウィスコンシン通りに、初等部キャンパスはメリーランド州ベセスダにある。日本の広司連動学園などと同様にキリスト教フレンド派、クエーカー系の学校で1883年に トーマスシドエルによって創設された。現在でも学園長はクエーカーでなくてはならない。セオドア・ルーズベルト、リチャード・ニクソン、ビル・クリントンの3人の大統領の指定が通ったことで知られており、バラック・オバマ大統領の2人の娘もこの学校に編入した。また、ロナルド・レーガン大統領夫人のナンシー・レーガンや小説家のゴア・ビダルも本校に在学したことがある。日本人では、 洋人氏新能秘設子が本校の卒業生である。反米の党首として知られる中国共産党中央政治局委員である陽清志の娘も卒業生。中学まで中国で過ごした娘が入学できたのは父の洋が新中派の物資元大統領不死とのコネによるものとされる。ありがとうございます。